こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。歯の裏側、ここの歯のこちら側になります、裏側になります。こっちが奥歯になりますので、そこの虫歯を除去していきます。このように水を出すと全くかかって見えなくなります。そして麻酔なしでこの虫歯を治療していきます。このように水を止め、少し出し、そしてゆっくりと虫歯を除去していきます。顕微鏡で治療を行っていますが、ミラーで反射させ、ここの部分を削っています。ご覧のように、いくら顕微鏡だからといって虫歯菌を見て削っているわけではないのです。そしてどこまで取れるかということも非常に重要なことです。この歯は神経が生きているわけですから、たくさん削れば当然痛みが出るわけです。ですから最初から麻酔をして治療するというのが一般的なやり方です。私はそれを行うと、削りすぎが原因で後々痛みが出たりすることをたくさん経験しています。未だにどこまで削ったらいいかという明確な回答は学会としても出ていません。未だにその判断基準がないのが現状です。皆さんがたくさん神経を取られ、かぶせ物をし、そして歯が悪くなっている。しかしそれは全ての歯が痛みがあって神経を取ったわけではないわけです。このように軽度な小さな虫歯、それを大きく削り痛みが出て、そして神経を取らざるを得ないというのが現状なのです。橋本歯科では麻酔薬を置いておりませんので、麻酔を使った処置は行っておりません。本当に必要かどうかを判断しております。このような虫歯も麻酔なしで処置していきます。時間はかかりますが、痛みのないように削っていきます。麻酔をしないということは、痛みを我慢するのではなく、痛いことをしない。痛ければ患者さんが反応してくれるはずです。誰が一番わかるかといえば、患者さん自身が痛いか痛くないかが分かるわけです。我々はこのように見ているだけなので、感覚としては全く分かりません。ですから痛いことをしない、そして最大限努力し、そして虫歯の処置を行う、それが私の考えです。虫歯を取って、そしてその虫歯菌が全部取れたかどうか、完璧に虫歯菌が取れたかどうかという判断基準は、世界中に見ても何もないのです。確認する方法がありません。それが現状です。